横浜にやってまいりました。早速お世話になる花形を呼びたいと思います。はじめまして、よろしくお願いします。ブラックムーンの星さんとマシアさんです。よろしくお願いします。早速ちょっと中に入っていろいろ車見させてもらったりとかしたいと思います。レッツゴー。車いろいろ調べたんだけど、燃費も良くてよく走って、で壊れにくくって、自分で買ったことないみたいな人でも運転しやすかったりとか、で私がたどり着いたのが、よく車用車とかで使われているプロボックスっていう車。あのなんかね、カスタムをするとめちゃめちゃ可愛くなるっていう噂を聞いて、ここブラックムーンさん見つけたんですけど、早速そのもともとどんな車で、でどんな車に変化していくのかっていうのをちょっと今日このお店で見させていただきたいと思います。まずこちらが元の車です。って感じなのかな。見たまんまシンプル。変なボタンもいっぱいついてないですし、うんうん、直感的にも操作がやっぱり分かりやすいようにはなっているので、うんうん、まあ、運転しながらとかでも操作はしやすかったりですとか、物置くちっちゃなテーブルがあったりですとか。調べました。これそうです。これテーブルなんですよ。車用車なのであれですよね、車の中でお弁当とか食べたりですとか、まあ、ちょっと書き物したりですとか、駐車場で休憩取ったりとかするときに、うん、やっぱあったらいいなっていう便利な機能がいっぱいついてるので、あるのとないので結構違います。結構使いそう私も。これはこれは灰皿です。あ、懐かしい。いろんなパーツ出てますんで、そこを単純な小物入れにしたりですとか、変えれるものも出てたり。これはそうです、タバコに火つけるシガーソケット。シガーソケット、はい、このシンプル。押しちゃった。ここやばくないですか。めっちゃシンプルでめっちゃいいですね。よくわかんないんですよ、車のこととか、そもそもが、はい、だからシンプルが一番いい。車のことよく知らない私みたいな人たちはこれでいいと思います。シンプルイズベスト。これ何ついてたんですか。
もともとついてるんですけど、やっぱりちょっと古いものにはなってしまうので、はい、ご希望があれば最新のナビゲーションを入れさせていただいたりですとか、Bluetooth で音楽聴きたいなっていう場合も、はい、そのままナビの方に音楽飛ばしてスマートフォンをそのまま流したりとかっていうのもできます。本当に最新の車と同じような、そうです、機能的にはもう最新のものにももちろんできるので。すごい。あ、鏡がついてない。これも買えれるんですか、ミラー付きのやつ。変えれるとは思います。へちょっと女子としてはここ鏡めっちゃ欲しい。このボックスの最大の特徴としては、はい、荷台がすごくやっぱり大きい。やっぱね、キャンプやるんで私荷台が大きいって結構重要だったんですよ。2列目のシート倒さなくてもかなりのものは積めるようになってます。1人でキャンプ行かれたりとかする場合は全然このままでも全然容量的には足りるので、もし2人ですとか大きな荷物を積みたいなっていう場合は2列目のシート倒していただければ幅的にはすごい広がります。そうですよね、これをバタンと倒れてる。広い。私身長155なんです。あ、全然なります。全然余裕だと。ちょっと斜めに対角線上に寝ていただければ。あ、そっか、こうこういうこと。あ、余裕。荷台の方もいろいろカスタムできたりしますので、ウッド調の。はい。はい。クッション性の高いシートを貼られる方とかも、はい、でもこれもともと綺麗な状態ですけど、弊社の場合ですと、うん、まあ、仕入れの段階から綺麗なものを厳選して、うんうん、まあ、仕入れさせていただいているので、もともと所有者なので汚いことっていうのは結構多かったりとかするんですけど、うちの仕入れ方すごいね。車もちょっと意識してから運転とかしてるとプロボックスだらけなんですよ。一日もう何台見るか分かんないぐらい、本当にびっくりするぐらいプロボックスだらけで、この日本がだからそれぐらい車がいっぱいある中で状態いいものを厳選して仕入れさせて。この車はもともとどれくらい走る？今は5万キロちょっとぐらいですので、うんうん、長く乗っていただくのも全然問題ないですよ。うん、私も自分でいろいろ調べた中でいうと、やっぱ5万キロ以下とかだと結構中古車としてはいいみたいな感じで書いてあったので、本当5万キロくらいだったら全然余裕でこれからも立派に走ることができる車ですね。いいなー。ブラックムーンさんはカスタムができるので、こっからもとにかく自分の好きな風に。だから完成してる車ある。そうですね、それ見たい。カスタムした車がこちらです。まずもうその車の用語が新しくてボディです。オールペイントですとか全塗装と言われているもの、はい、奥にある方がグリーンというかブルーというか、ちょっと緑がかった紺みたいな。そうですね、最近流行りの色とかアースカラーとかって言われている。へえ、やっぱ流行りが結構あるんですね。ファッションと同じで、ファッションと同じでカーキっぽかったり、はい、ベージュとかよく見ます。よくアウトドアに合うような色っていうのが、はい、まあ、最近流行る。今のところですと、まあ、ヘッドライトも丸めのちょっと変更をさせていただいてまして、目ってこの目のことなんですか？その目のこと。ヘッドライトのことを目って皆さん呼ぶんですか？角目とか丸目とか。角目？四角い目ですよ。これが角目？角目とか。私よくこのサイドミラーを耳って言うんですけどあんま聞かないんです。それは言わない。あんまり言わない。目だけ。目とか足とか。足？足とか、足周りって車は足よく言います。で、これはそれミラーって言います。どこをこのブラックムーンさんでカスタムできるのかっていうのをちょっと聞いてもらいたいんですけど、全塗装になるので、はい、車のお色自体は、まあ、どんなお色でも、どんな色でも、ね、世界の時代の車模様っていうのも作れますし、カラーサンプルでご用意します。すごいですね、世界に1台の自分の車を作れちゃうんです、ね、そうです、まあ、先ほどお話したヘッドライトの形もプロボックスになってくると、こういう元々のベースのヘッドライトを生かしたカスタムももちろん、はい、これはここの色そうですがカスタムされ
まあ、高校生時期、ウィンカーって言われてる部分なんですけど、はい、まあ、そこをクラシック、古い車に乗せて、まあ、オレンジ色に塗装させていただくと、クラシック。かわいい、これ。これは外側なんですね。塗ってるんだ。まあ、ほぼほぼ、わかんない。わかんないよ。すごい。前回りも、まあ、グリルと言われている。グリル、なんか肉焼けそうですもんね。昔に使われていた、うん、あ、トヨタエンブレムです。昔のエンブレム。かわいいですね。ちょっとクラシカルなイメージです。ここら辺の色も変えれる。変えれます。これが艶消しのブラックと言われているものになるので、はい、まあ、ボディ色にしたいよ、全部黄色がいいよっていう場合ももちろんできますし。どのパーツで分かれてるの？一応このほっぺ。ここの部分。ほっぺ。ホッケの部分と、うん、この真ん中のレインホースって言われてる部分もできます、うん、バラバラの色にできる。できますね。ここも、ここも、はい、グリルも変えれて、はい、ここのお目目のカバーというか、この周りも全部変えれます。色変えれて、はい、ここもここも変えれます。ここはなんだ、ここ、ここも変えれます。ここも変えれます。どうしようってなりますね。どんどん教えてもらってもいいですか？できればなかった。はい、こちらがシートカバーと言われている。はい、いっぱいあるんですね、種類が。これとかがそうなんですけど、あ、これペタコになってる。これをつけるとこういうプラシックな、はい。そっか、カバーだから上からはめてるってことなんですか？そうです。一応プロボックス専用っていう形になってますので、うんうんうん、すごい。だってこういうところまで綺麗に全部はまってるから、なんかもともとこういうシートみたいな。ハンドルも。ウッド調のハンドルにさせていただいているので、ハンドルは絶対変えたいなって思ってるんです。私視線の先にあるので、うんうん、やっぱりイメージはガラッとやっぱり変わります。変える人多いですか？結構半数ぐらいの方は変える方が多いかもしれない。そうなんだ。あ、私がやりたいのがドライブレコーダー。あ、ドライブレコーダー、はい、ドライブレコーダーも取り付けて。あ、できますか？標準でついているっていうのはほぼほぼないので。バックモニター、バックモニターも取り付け。おお、すごい。何でもできるんですね。ほぼ何でもできる。ほぼ何でもできる。はい、あとはトランクとかですね。はい。うちの方でやらせていただいてるんですけど、キャンプの時とかに使われるか、なんだ、突っ張り棒みたいな。一応、ここの部分に付けやすい。え、ここ？はい。付けると、あ、ハンガー。ハンガー？めっちゃいいですね。着替えですね。着替えかけたりですとか、例えばランタンかけたり。めっちゃいい。ここも、この、小物の木ですね。っていうのも、このパネル。あー、映える、めっちゃいい。これ初めて知った。よくキャンプ行かれる方、釣り行かれる方、サーフィン行かれる方ですね。タオル干す場所とかめちゃめちゃ悩むんですよ。キャンプしてると、なんかなって洗ったタオルとか、そう、かけれる。めっちゃいい。このブラックメンさんのお客さんで、結構キャンパーの方って多いですか？キャンパーの方多いですね、やっぱり。そうなんだ。キャンプに向いてる車なんですね。コストパフォーマンス的にも、やっぱすごくお安くまとまるっていうのと、うん、作り自体がすごくシンプルにできているので、はい、ご自身でなんかこうしたいなとか、後でつけたいなっていうのも、今比較的簡単にできるので、今非常に人気なお車ですね。ワクワクします。このお車には付いていないんですけども、はい、ルーズキャリアって言われている上にカゴを乗せたりですとか、はい、それこそキャンプ道具乗っけたりですとか、うん、積み切れないんです。付いてしまえば、容量的にも、てかなんか本当普段の買い物とかで、例えば IKEA 行った時とか、あれがあのキャリア、キャリアですね、キャリア、ルーフキャリアがあれば、なんか持って帰れますよね。そうですね、結構なんでもニトリとか、はい、風邪がさ反応しなくてよくなるか。あとはシンプルにタイヤのデザインを変えたりと、まあ、イメージもガラッと変わりますので、元のやつは銀色みたいな。買うのは行かれる方はゴツゴツしてる、はい、最近ですとホワイトレターって言われている、はい、側面に白文字が入っているのっていうのが流行ってる、うん、まあ、そうなんですね。ザ・アウトドアですっていうような、私がいろいろ調べた中でプロボックスのいいところは、はい、ちょっと例えばここ傷ついちゃったって時にここだけで変えれるんですよね。ここだけガポッと、ガポッと
ガポッと外す。このパーツだけ買えば、買い替えればいいから安く済む。ぶつけたりしたくないし、する予定もないけど、万が一そういうことが起きた時に抑えれるっていうのは大きいですね。修理も素早く、はい、安く直せる、はい、なおかつ壊れにくいのが黒ボックスになる。なるほど。うわ悩むな、どうしよう、はい、ちょっとでも私買いたいなと思ってますね。もうなんかいっぱい調べて、いっぱいいろんな車、外車から国産車から本当にいろんな年代の中古車を考えてたんですけど、はい、ここにたどり着いて、なんか自分らしい世界一台の車がいいなって思うので、カラーから全部ご相談させていただいて、はい、出せていただきたい。あの子あの子、これですね。そうですね。西江さん、小松さんと、そして今日残念ながら体調不良で来られなかった片桐さんもすっごい親切で、やり取りする中で初めて車を買う私に本当に親切にしてくださって、もうなんかあ、ここだったら安心だってすごく思えたので、はい、そういうのもすごい大きいんですよね、初めての車何もわからないから全部教えてもらって、はい、どうしよう。でもそうです。まず何にもしなかったらこれ置いてる、カスタムしてオプションつけて、いくらかっていうことですね。じゃあ今このプロボックスを買います。いやもうね、もうほぼ買う気で来てたんでこれからカラーリングですとか仕様ちょっと相談させていただけたらはい、ドキドキ。じゃあ中でいろいろよし決めるぞ。はい、ということで今いろんな細かい部分どうしたいかって私のカスタムをいろいろ決めさせていただきました。もう次来る時にはあるかも、仕上がった状態、やばい、めっちゃ楽しみということで今日本当にありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。次回楽しみにします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします